それでは今回は京さんの流儀、朝倉未来さんの本について解説したいと思います。京さんの流儀の中から7個厳選して解説していきたいと思います。1個目が、強い人は余裕があるってことです。皆さんは余裕を持って生きてますか？3つの余裕っていうのが大事です。1つ目が経済的余裕です、お金です。2つ目が時間的な余裕です。3つ目が精神的余裕です、メンタルです。メンタルにおいては3つ重要なことがあります。1つ目が人を許せる器を持つってことです。怒らないこと、動じないことです。2つ目がビビらないことです。皆さんがもしやりたいことがあったらビビらずにチャレンジするってことです。ビビらないっていうのはメンタルにおいて非常に重要です。やるしかないって心を決めて決断することです。3つ目が嘘をつかないことです。嫌なことだったりとかやりたくないことをやらないことです。人間っていうのは好きなことをやるために生きています。だからこそ絶対に嘘をつかないでほしいと思います。自分のやりたいことに対して本気で向き合う、嘘をつかないようにしてほしいと思います。2個目、練習についてです。練習は量よりも質が大事だと。質に関してはこう考えてください。量からしか質は生まれないってことです。成功するためには量、スピード、質、すべて重要です。量をこなすことによって質のいい練習ができるようになると朝倉さんは言ってます。世界最強のボクサーであるメイウェザーは、遊んだりビジネスをしたりの映像はあるけど練習の動画を出すことはないと。朝倉さんも練習の動画っていうのは出さないようにしているようです。練習で最も重要なのが質で、継続するってことです。皆さんは継続してますか？しっかりと量をこなすことによって質のいい練習を長期にわたってできるっていうのがプロだと。朝倉さんは無駄な練習をしないようです。具体的に言うとウェイトトレーニングはしないようです。総合格闘技の試合で勝利することに直接結びつかないからです。朝倉さんの練習っていうのはメインは総合格闘技のスパーリングです。そして週に何回かレスリングの練習、柔道の練習をするようです。休息も大事なので土日はトレーニングをあまりしないようです。皆さんは目標を持ってますか？目標に向かって日々質のいい練習をしているかどうかです。自分の場合だったら1日2冊本を読む、もちろん量をこなすっていうのも大事なんですけど、質のいい読書を毎日継続する、これが基本ってことです。皆さんも何か目指すものがあるんであれば、たくさんやる、早くやるっていうのを意識して質のいい勉強っていうのを繰り返してほしいと思います。3個目、分析の重要性です。勉強する、研究するってことはめちゃめちゃ大事です。起業したいんであれば起業家の研究をするっていうのはめちゃめちゃ僕は重要だと思います。朝倉さんは対戦相手の試合映像で見るときにコツがあると言ってます。それは何かっていうと、映像では横に映っていても実際には自分が正面から対戦しているものとして頭の中で立体的にアングルを変えて見るようにするってことです。例えば正面から見たら相手のパンチはこういう軌道で繰り出されるとか、その前段階で肩が上がってガードが開くなとか、横から見ているだけだと気がつかないことっていうのがたくさんあるようです。自分が戦っているものとして見ることによって相手の癖とか弱点をしっかりと見極めることができると。格闘家っていうのは頭の良さが重要だって朝倉さんは言ってます。ただぼーっと横から対戦相手の試合映像を見るんではなくて、自分が戦っているものとして要は当事者意識をしっかりと持って分析することが大事だってことです。読書も一緒だと思います。へえそうなんだって聞くんではなくて、自分が話していなったつもりで聞くとか、自分が当事者意識になってしっかりと学ぶとか、それっていうのがすごい重要だと思います。4個目が夢への挑戦です。夢への挑戦が人を変えると。挑戦のない人生ってつまらないじゃないですか。なんでかっていうと何の変化もないし成長することもないし、もう思い通りの人生になってしまうからです。変わらないからです。今の現状を変えるには挑戦するしかないってことです。今の環境が嫌だったら変えるしかないです。そして失敗とかミスはたくさんしていいと朝倉さんも言ってます。なぜかっていうと、試合をしなかった場合の自分よりも試合に臨んで負けた自分の方が間違いなく強くなっているからだと。挑戦においては短期的な失敗や勝ち負けは関係ないってことです。皆さんがチャレンジして失敗しても全然問題ないってことです。それを通じて自分を成長させれば最後には目標を達成できるからです。成長していけばいいってことをしっかりと覚えてほしいと思います。やりたいことがもしない人であれば、それは勉強不足です。物を知らなすぎて選択肢がないってだけです。旅をしてもいいし、本を読んでもいいし、映画を見てもいいです。どんどん勉強することです。知らないからやりたいことがないだけです。やりたいことっていうのはどんどん見つける努力をしてほしいと思います。5個目、不安です。努力不足に関してです。不安な方って多いですよね。将来に対して、仕事に関して、年収に対して。不安な方っていうのはこう覚えてください。努力で乗り越えれるってことです。不安な方っていうのは努力不足なんですよ。不安な人っていうのは徹底的に練習して、それを乗り越えることが大事です。僕の場合だったら勉強するしかないってことです。自分も会計試験の時不安だった時ってあるんですよ。その時何したかっていうと、たくさん勉強するってだけです。勉強しまくることによって自信がつくし、どんどん大丈夫って思えるようになります。将来
来が不安な方っていうのは努力不足、勉強不足だと考えてほしいと思います。重要なのはこんなに努力してもダメだったら仕方がないと思えるかどうかです。朝倉さんは試合の時に死んでも負けたくないと、リングの上でだったら死んでもいいという格好で戦っているようです。そのために準備をしていると、でもそれで負けたら仕方がないと、こんなに努力してもダメだったら仕方がないと思えるかどうかです。皆さんが何かにチャレンジしたいんであれば、こんなに努力して最悪結果出なかったら仕方ないよな、そう思えるかどうかが大事ってことです。続いて6個目です。 YouTube についてです。朝倉さんは格闘技として成功しただけではなくて YouTuber としても成功してます。なぜここまで成功できたのか、それはこう語ってます。チャンネル登録者数が100万人を超えるようなトップ YouTuber たちの動画全部見て研究したと。それと同時に全く再生数が伸びない底辺 YouTuber の動画も見て、何がいけないのかなという比較を常にしたようです。伸びている人の研究をすることも大事なんですけど、伸びてない人の研究をすることも大事です。僕も起業する前っていうのは、起業して成功するための本っていうのもたくさん読みましたけど、起業して失敗している人の考え方だったり行動、これらっていうのを全て読みました。何か皆さんがチャレンジしたいことがあるんだったら、うまくいってる人、そしてうまくいってない人の研究をひたすらすることです。新しいことを始めようと思ったら勉強って絶対しなきゃいけないです。むしろした方が早く成功することができます。僕たちっていうのは一生勉強って考えることが大事です。僕はピーター・ドラッカーの生涯学習っていう言葉が好きです。勉強しなかったら絶対に成功することはできないです。もし皆さんが何かにチャレンジして成功したいんであれば、絶対に勉強してほしいと思います。そして最後7個目、尊敬する人を見つけてほしいってことです。朝倉さんは格闘技をやりながら YouTuber をやりながら、なぜ正社員として働いているのか、その理由は2つあるってことを語っています。1つは正社員として働くことを軸にした現在の規則正しい生活が僕にとって大切だと語っています。朝8時に起きてジムに練習に向かって、その後に仕事をして家に帰って、夜9時には寝るという生活をしているようです。これはどんなに金持ちになってもこの軸を変えることはないようです。インストラクターとして正社員として働いています。運動しているだけでも楽しいし、会員さんが痩せていくと嬉しくなるようです。もう1つが、勤務先であるトライホース赤坂のオーナーである堀哲平さんをとても尊敬しているからです。堀哲平さんっていうのは弁護士をやりながら、昔は格闘家でもありました。また不動産や保育所の経営なども手掛けていて、稼ぐ能力がとても高いと。堀さんが言っている言葉で印象的な言葉があるようです。それは、同じ会社で働いている人には幸せになってほしいと、そうするのが自分の生きがいだと。朝倉さんもその思いで働くようにしているようです。皆さんは尊敬できる人がいますか？しっかりと尊敬できる人を見つけることです。そしてそういう人と関わることです。一緒に遊ぶでも仕事をする、これっていうのが自分の魅力を上げる唯一の方法だってことを朝倉さんは言ってます。それではまとめいきたいと思います。1個目、強い人は余裕があるってことです。3つの余裕をぜひ持ってほしいと思います。経済的余裕、時間的余裕、精神的余裕。今の自分に何が足りないのか。お金が足りないんだったら仕事を頑張るしかないし、時間が足りないんだったらやりたいことをやるようにするとか、時間的な管理、時間ができるように自分を見直すことです。メンタルが弱い方はこの3つです。人を許せる器を持つってこと、そして新しいことにチャレンジするときにビビらないってこと、そして嘘をつかないことです。自分がやりたいことはやる、やりたくないことはやらない。しっかりと自分に嘘をつかずに生きてほしいと思います。続いて2個目が練習についてです。量からしか質は生まれないです。たくさん量をこなすことです。量をこなすことによって質のいい勉強だったり質のいい練習ができるようになります。朝倉さんが意識しているのは、質の高い練習を長期にわたってできるっていうことを大切にしています。僕も質のいい読書っていうのを長期間やるっていうのを意識しています。皆さんもしっかりと練習をすることです。勉強をすることです。そしてその勉強が質の高い時間になっているかどうか、そこをしっかりとチェックしてほしいと思います。最初から質のいい練習っていうのはできないんで、まずは量からしか質は生まれない、たくさん量をこなすっていうのを意識してほしいと思います。続いて分析の重要性です。ここで重要なのは当事者意識を持つってことです。動画を聞くだったりとか本を読む、普段の仕事の中で自分が仕事をしているとしたらと、当事者意識を持って勉強することが大事です。続いて夢への挑戦です。挑戦のない人生ってつまらないです。何の変化もないし成長することもないです。失敗とかミスの概念を変えてほしいと思います。失敗なんか全く関係ないです。ミスをして成長する、
改善していけばいいってことです。やりたいことがない人っていうのは勉強不足です。たくさん本を読む、動画を見るなどしてしっかりと選択肢を増やしてほしいと思います。続いて、不安は努力で乗り越えられるってことです。皆さんが不安なことがあるとしたら徹底的に勉強することです。それをすることによって乗り越えられるようになります。重要なのは、こんなに努力して勉強してもダメだったら仕方がないと思えるまでやるってことです。続いて、 YouTube で話したのは、伸びている人、伸びていない人の分析をしっかりとするってことです。勉強は大事です。一生勉強です。皆さんがもし新しいことを始めようと思ったら、伸びている人、伸びてない人、両方しっかりと研究することです。いつからでも勉強は始められます。今日からやるって決めてやりきることが大事だと思います。そして最後は、尊敬する人を作るってことです。尊敬できる人をまず見つける、そしてその人と関わることです。僕は一緒に頑張る仲間だけではなくて、自分が尊敬する人、刺激を受ける人ってめちゃめちゃ大事だと思います。その人がいるからこそ頑張ろうって思います。なので皆さん、ぜひ尊敬する人だったりとか憧れの人っていうのを作ってほしいと思います。この動画見ていただいて、感想とか気づき、コメントあればメッセージをお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。